本日のお料理は中華風冷やしそうめんをやります。材料の説明をしていきたいと思います。まずね、水が 200ml、 濃い口が 35ml、 みりんが 35ml。 今日はね、簡単にやりますので、加藤のね、顆粒だし 5g 使います。で、前回ですね、めんつゆの方はですね、動画に上げてますので、そちらの方、ちゃんとしためんつゆの方を上げてますので見てください。では材料の方を説明していきたいと思います。まずそうめんですね、1足で、半熟卵が1個で、大葉が、1枚ですね。で、トマトが1個で、いりごまですね。はい、こちらね、適量になります。あと錦糸卵適量、あとね、ちょっとね、豪華に見せるのでカニカマを使います。で、ポイントなんですが、中華風なのでこのごま油ですね、最後入れたいと思います。では作っていきたいと思います。はい、じゃあね、めんつゆ用の方を作っていきたいと思います。とまず水がね、 200ml ですね。で、次醤油が入ります。で、次みりんが入ります。で、こちらね、カツオの粉末の出汁入ります。で、火にかけていきたいと思います。でね、最初こうよく混ぜてもらって、顆粒がね、溶けるまで。はい、じゃあですね、こんな感じでね、沸いてきました。こちらの方で、ね、冷蔵庫でね、冷やしていきたいと思います。では材料の方切っていきたいと思います。まず大葉ですね、半分にしまして、これをね、ちょっと丸めてもらって、こんな感じにね、切ってもらえればいいと思います。はい、続いてね、トマトいきます。はい、こんな感じに今度はね、縦に切ってもらいます。カニカマなんですけど、これね、縦にこうやって裂いてもらえばこれで OK です。卵ですね、こちらの方そのままね、半分にしてもらえれば OK です。はい、ではね、そうめんの方を湯がいていきたいと思います。今ね、そうめんの方が湯がき上がりました。でね、ちょっとね、冷たく氷水で締めてありますね。タレの方全部できましたので、では盛り付けていきたいと思います。まずね、タレの方なんですが、こちらの方冷蔵庫でね、冷やしたタレになります。で、今日ね、中華風ということで、こちらごま油全部ね、入れていきたいと思います。で、これをね、今日は、先に器の中に入れていきます。キンキンに冷やしたそうめん入れていきます。もう今日はね、汁だくで、いってますので、トマト、カニカマですね、いいしですね。大葉で、卵ですね。ごまはね、適当に軽くね、こう散らばらしてもらいまして、はい、こんな感じにね、なります。食べるときはね、よく混ぜて食べてください。本日は、中華風そうめんの作り方をご紹介いたしました。ポイントはですね、一つ、そうめんはですね、あんまり湯がきすぎないことがまず一つですね。二つ目はですね、まあ、今回、タレをね、先に入れたんですけど、先に入れてから盛り付けして、よく混ぜて食べてください。今日のポイントはね、
こんな感じになります。ぜひ簡単なんでね、作ってみてください。最後になりましたが、料理のご質問のある方はコメント欄からお願いします。また励みになりますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。では次回お会いしましょう。